こんにちは。 PTA 鳥チャンネルの時間です。今日はですね、マイルの活用法の中で、もう知ってる人は知ってると思いますけど、ちょっと最近いろいろなところで私も講演会をさせていただいてますけど、特に地方都市に行って、このネタを話すと結構食いつきがいい、この ANA でやっています、今週の特旅マイルという、片道3000マイルから最短一番安いマイル数で乗れるという、これについてちょっと、お話をしていきたいと思います。これはですね、まずANA マイレージクラブのマイルが、3000マイル以上ある方にちょっと限定はしてしまうのと、あと、航空券を前もって予約するっていうか、早めに計画を立てる人にはあまり向かないものなんですが、私なんか典型的ですけど、直前の予定を見て決めたいっていう時に非常に重宝するのが今週の特旅マイルということなんですが、これはですね、まず毎週火曜日の正午に ANA のこの特旅マイルのホームページに、その週の木曜日から翌週の水曜日まで、のそのマイルが減額になる対象の路線というのが発表されます。その路線に入っていれば全ての便が対象になります。ただマイルの枠が空いてないとダメという条件はありますが、例えば今これ収録は今5月の中旬にしているんですが、今だと例えばこの5月の16日の火曜日の正午にこの特旅マイルの対象路線と必要マイル数が発表されるんですが、この16日に発表されたものは5月の18日の木曜日から翌週の24日の水曜日までの期間に乗る場合に適用されて、あとマイルは前日まで予約ができますので、今特にこの夏までの間、おそらくかなり3000マイルで行けるっていうのが出てまして、今換算期で最低5000マイル、通常6000マイルっていうのが一番底の国内線になりますけど、この今5月18日から24日の対象のところを見ると、羽田からだけで言うと、庄内、山形県の、あとは能登、それとあと、羽田中部、1日1便しかないですけど、あと今週は羽田伊丹が入ってます。でこれが羽田関西とか羽田神戸とか結構大阪のどれかが入ってるってことが結構ありますけど、片道これは3000マイルだから、僕もそうですが、火曜日に発表されてその週の週末とか、金土とか土日でもいいですけど、日月でもいいですけど、金土日でもいいですけど、この対象路線になってマイルが空いてるところを狙っていこうって、そうすると少ないマイルで旅行できちゃいますよっていうので、僕はよく3000マイルで函館が出ると行くんですけど、で今3000マイルの話しましたけど、あと4500マイルになると、今この5月18から24日の例で言うと、羽田広島、羽田岩国、羽田鳥取、羽田米子、羽田高松、羽田佐賀、羽田大分、羽田鹿児島、8路線、これが片道4500マイルでいきます。この辺だと買うと2万円超えてくる、2万円から2万5000円ぐらい片道するような路線ですから、以前動画で、1マイルの価値がいくらっていうのをやりましたけど、この場合もう1マイルの価値が4円とか5円とかになってくるっていう、羽田伊丹なんかも1万5000円ぐらいが大体相場ですから、3000マイルだったら1マイルの価値が5円になるっていうのがありますし、あと沖縄の路線が出ることがあって、今回7000マイルで羽田宮古島が出てます。そうするとやっぱ3万円とか3万5000円とかするところがやっぱ7000マイルでいけるっていう、通常1万マイルしますけど、これが7000マイルです。で4500マイルで出てるところは大体通常7500マイルが4500マイルになる、そうするとやっぱりね、大した、少ないマイルでも、3000マイル持ってれば、片道だけそれに乗って帰りは、航空券買うってやり方もできるし、いろんなやり方はあると思いますけど、だからこういった形でこの鳥チャンネル見ていただいている方は、さっきの前の動画でも過去の動画でもお知らせしてますけど、やっぱり1マイルをできれば3円以上で使ってほしいっていう、ちょっとそういうこれを毎週見る癖を作るといいと思いますし、あと今回のこの鳥チャンネルでいつも協力していただいているトライシーっていうウェブサイトって、毎週火曜日の1時前後ぐらいには大体いつも今週の特旅マイルどこの路線入りましたって記事がアップされて、結構僕もそれでチェックしたりもありますし、もちろんホームページ見に行ってもいいですけど、そういったところで知ることによって、急に思い立って今週末行ってみようとか、そういったようなのができるっていうのがありますので、だから結局だから3000マイルだったら、
100円で1マイル貯まるクレジットカード、 ANA カード、 JAL カードでそういうふうに設定になっているものだったら、まあ30万円使えば片道乗ることができるし、あと ANA ポケットっていう、まあ、歩いたりとか自転車とか、まあ、新幹線乗ったり飛行機乗ったり移動することだけでマイルが貯まるっていう、まあ、ANA カードで、まあ、1ヶ月525円かな、550円かかるありますけど、それも僕なんか大体1ヶ月、まあ、大体700マイルから1000マイル貯まってますけど、まあ、そういうのでも移動だけのマイルでも3000マイルだったら、早い人だったら 4,5 ヶ月で貯まるっていうのがあるので、ね、そういったので貯めて航空券に変えるっていう、その中でこの今週の特旅マイル、この間僕も佐賀とか秋田とかで講演した時に話してても、なかなか意外と知られてないんだと。でちょうど佐賀で講演した時に、佐賀が今今週だと4500マイルで行けちゃうんですよと。だからそういうのをうまく使って思い立っていくっていう、そういったところでやっぱ国内旅行需要っていう、でこういうのを使えばその地方に行ってお金を泊まってご飯食べたりで、旅行者も満足だし、あと地域に貢献することもできますので、そういったところを含めて、ANA の今週の特旅マイル、今日覚えててほしいことは、火曜日の正午に発表されますと。でその週の木曜日から翌週の水曜日まで使えます。で予約開始は、その出た場合はその週の水曜日から、あと搭乗の前の日までに予約をすれば、あと途中で予約の画面で、この特旅マイル使いますか、あとは通常のマイルで乗りますかで選択肢が必ず出てきますので、必ず最後予約するときに少ないマイルになっていることを予約して、まあ、見て、確定をさせればいいというふうになります。で予約の変更は、基本的にはこの特旅マイルの期間、毎週木曜日から次の週の水曜日の中の間であれば、前日までであれば基本的に変更は可能です。次に変更する希望日の前日までであれば、その1週間の中では可能ですけど、ただその次の週にしちゃうとかなっちゃうと払い戻しの対象になってしまうので、そこだけはちょっと注意はしていただきたいですけど、まあ1週間以内なのでほとんどの方そのまま乗れると思いますので、あれですけど、まあ、ちょっとルール等はホームページで確認して、使っていただきたいなと思っております。ぜひ皆さんも、この春からマイルを貯める方、固めて始めた方もいらっしゃると思いますけど、3000マイル貯まれば国内線片道だけでも乗れるということも今日は覚えていただきながら、締めたいと思います。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。